久留米出身のお笑い芸人こがけんさんが現役高校生の悩みを解決。今週は福岡県立水産高校からお届けします。今日は2年生、博多屋ゆずはさん、お母さんを人気者にするには、母が YouTube をやってるのですが、動画がどうしたら伸びると思いますか？いや、こっちも教えてほしいけどね。何の YouTube なの？ゲーム配信。お母さんは何をされてる方？普段は介護の仕事をしてます。介護の仕事をされてて、はい、今日はちょっと介護で疲れたんで今日はぶっ放しますよとか言ってた。君のストレスみたいな。ちょっと調べたら出てくる動画、はい、あ、本当？そうですね。ちょっと私家でずっとこんなんですよ。だから、ずっとでリビングでやってるんですよ、だから家中がずっとお母さんの声で。え、めっちゃ楽しそうじゃん。はい、あ、そう、はい、まあでもなんかゲーム配信はこの人といえばこのゲームをやるよねっていう人をつけたりとか、例えばね、マリオのめちゃくちゃ難しい面をやってるみたいなのがよく配信されてるの。もう連続でもう10回ぐらい死んだところでとか言ってでも俺はそれが見たくて見ちゃう。あと人によってはおっしゃっと、カモンカモンポチその瞬間だけ切るのマイクを。そういうのなんか感情めっちゃ出てるやんとか、あとはお母さんだったら介護の話をもするとかね、この人自分と一緒かもみたいな感じで共感を得てさ、いけたりするんじゃない？お母さんに海外のやつ見せようと思います。海外のやつ、いや、あれをそこを習ったら大変なことになるから